ートレインです。本日もマリオカート実験でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のヨッシーサーキットと、はい、昨日おとといね、散々な結果でね終わっちゃってるので、今日こそはそのね、名誉挽回をすべく、励んでいこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、皆様に1つ2つほどね、お知らせがあります。まず1つ目が、今ねちょっとコントローラーの表示できてないと思うんですけども、まあ、今ちょっと僕今日さっきね、コントローラープロコンの修理の方出しまして、でそのコントローラーの表示がねプロコンじゃないとねできないんですよ。で今もプロコンどっちとも修理しちゃってて表示できないので、また僕のねプロコンの修理が終わるまでは、まあ、いたしばらく、お待ちいただきたく存じます。申し訳ございませんっていうのが、一つ目のお知らせでして、で二つ目が、王鵬さん打開費したわ。二つ目がって言ったけどなかったわ俺今二つ目はって言おうとしたけども、2つもね言うことなかったです。はい、ということでね、まあ、ここからはね、まあ、全力集中でねやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、まあ、4位でスター持ってるから、まあ、一旦これは周りの攻撃食らわないように警戒しながら走って、危ないね、置いてくるね。さあ、しっかり抜かして2位まで上がり散らかしていきます。いや、このイカスミやだな。さあ、よいしょ、1位のおおおお、俺のスター僕のスターなんですけど、まあ、これは一旦1位割りさせて赤コーラ引かれないようにしたいので、よいしょ。さあ、しっかり1位割りさせて、まあ緑コーラは投げてこないでしょう。さあ、ショットかかまし散らかして、よいしょ、1位出ていきます。さあ、まあ一応裏にね赤コーラは持ってるので、一応ね赤コーラのケアはできてる。さあ、キラーが上がってきてるね。すっげーいいとこで入ってね、あのキラー、あやつの裏がめちゃめちゃいいアイテムだったらちょっと俺もまずい気はするんだけども、よいしょ、ここは気合でなんとか勝ち切ろう。いやー、土下座飛んできた。これ間に合いうかな、俺のゴール間に合うかな。いや、これ間に合いそうだな。いや、これはいける、これ間に合うわ、これ間に合うから、しっかりショットガンかまして、よーし、1位取った、オッケーまずは1位取っていく、しょっぱらから、オッケーいやー、やっぱ1位取れるとね、安心するわ。もうここがもう俺の居場所と言わんばかりのね、こう、なんていうの、よかったーっていう安心感がねありますね。ということで本日もね、まあこんな感じで頑張っていこうと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目が DK ジャングル。2つ目さっきね言いたいことないって言ったんですけど、思い出しました。実はね、まあ、僕今多分登録者何万人ぐらいかな、まあ、8万人ぐらいねいるんですけども、まああれなんですよ、まあ、YouTube ってすごいものでして、まあ、データがね、大体見れるんですよ。あのいろんなデータが、あのしかもそのねいろいろ見れるデータのうちに、チャンネル登録をしてる人としてない人の、まあ、割合がね見れるわけなんですよ。まあ、それをね、まあ、今ちょっとさっきちらっとね、確認したところ、なんとね僕の動画を見てくださってる方はね3分の2がね、まさかのチャンネル登録をお勧めでないというね、チャンネルの、データがね出ております。なのでね、そこのチャンネル登録をねまだしていない、65% の方々、はい、皆様に言っております。ぜひこの機会にねチャンネル登録していただけると、嬉しいです。はい、よろしくお願いいたしますさあ、サンダー振ったね。しかもこれ俺がだけアイテム前で2位の人アイテム割れてそうだから、赤コーラとか投げられたらめちゃめちゃ嫌なんだけども、頼む、ここはお祈り。2位の人と3位の人が睨み合って赤コーラ飛んでこない世界線があるといいなと思ったんだけども、よしよしよし、多分引かれてなさそうだね。さあ、1位ガンガン走れてるけど、まだ後ろが近いので、まあできたら、よいしょ、もうちょっと差を広げていきたいとこではある。さあ、しっかりインツイ、やばい、やった、落ち着いて、いや、あやつを1位出させる、逆にあやつを1位に出させる、あやつを1位に出させて、様子を見る。さあ、緑コーラ投げてくるかな。一応まあ俺がファイヤーボール見せちゃってるから、まあ投げてくる可能性もなくはないけど、さあトゲゾ飛んできて、よいしょ、おお、やってくれるね君。いやー、ちょっともったいないなこれ当てられたの、もったいないな普通に、せっかく止まってたのに。まあまあいいわ、よいしょ。さあ、3位にはなっちゃってるけども、まあ悪くはないな。さあ、風取って前出れない、落ち着いて、風取って前出れないけども、しっかりキノコで、あー、もうタル邪魔すぎる、マジで、落ち着いて、ここで焦らないのが俺、ここで焦ったら負けるからダメなのよ。とりあえず1人剥がしたいね、とりあえず1人剥がしたいけども、あ、大丈夫そうだ、これは抜かせるわ、よいしょ。さあ、抜かして、よいしょ。
さあ緑コーラ投げて風取れないけどシュークタイムボブヘッドダイブ、よし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 、しっかり当てて、ほい緑コーラしっかり当てて全部破壊して、頼む赤コーラ投げて、頼む頼む、やっは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 いいんじゃないまあちょっとガバミスはしちゃったけどもね、結果1位取れたらな、何でもいいんですよ。よーし、オーケー危なかった、めっちゃヒヤヒヤしたわさあ第3レース目はモーモーカントリー、まあ今んとこね2連1、まあまあまあこの前のね、まあ名誉挽回はできてる最中ではね、よいしょあるかなといったところですが、まあここでもしっかりね勝っていけたらなと思います。いやーでも今日あれだわ、俺のテンションがねえぐいほど高い気がするわ。ああいやまあというのもね、今日まあ何もね予定がなくて、あの昼にね、実況者のね、友達、真夏って言うんですけども、真夏とね、まあ、一緒に飯を食いに行ったわけですよ。でその飯食いに行った後に、まあ、山をね散歩して、まあかなりね、まあ、体もね動かしたところで、まあ、かなりね気分がね多分良くなってますね、うん、やっぱ人って日の光を当たらないと、まあ、やはりねまあメンタルの部分だったりね、まあいかれちまうところが多いのでね、まあそこの部分今日はね、元気になってて、まあ非常にね、まあ、僕としてもね伸びやかな実況がねできてるかなと思いますよいしょ、やっぱ日の光って偉大だよなって思うわ。あの全然ね、なんかこう家にずっといる時とね、土日とかそうじゃん、もう今だったら家ばっかりいるとさ、なんか日の光当たんねえから、あなんかうーってなるなって感じはあるけども、結果的にねやっぱ日当たってると、あ元気になるなっていうのがねやっぱ肌で感じるんでね、まあ、素晴らしいですねやっぱり。まあみんなもね、なんかちょっとしんどいなって思う時があったらね、まあこの時期ですしね、まあちょっとあの感染対策とかね、まあいろいろ気をつけながらね、ぜひともね散歩なりね取り込んでいただけるとね、やはりね元気になるのかなと思います。まあやっぱねこの時代ね、まあしんどいことも多いですからね、まあやっぱね元気に、過ごすのがね、やはりねこう健康への近道なのではないかなと思います。イエーイ3連1 OK ただの雑談やんこれまあいい、でも雑談しながらでもしっかり勝ててるっていうのはね、まあいいポイントかなと思います。よーし OK。 さあ第4レース目がシャーベットランド、まあ3連1位ときたらやはりね4連1位を取るっていうのがねやっぱりね、よいしょ、まあ数字かなと思うので、まずねここも1位ね貪欲に狙っていきます。よいしょ、3連1位取ったから今日はもう一緒なっていうね、今日はね甘いません、もう1位を全部取るね、それぐらいの気持ちでね、今日はね動画作りやっていこうかなと思います。さあ後ろが何持ってるかだけど見えない見えない、赤コーラ持ってそうな雰囲気もなくはないけど投げてこなす、あ持ってたわやっぱ持ってたか、まあ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 一回被弾してもね、まあまあまあ巻き込む、なんて言うんだろうね、まあまあ全然チャンスありますのでね、よいしょ、まあ諦めずにねやっていこうかなと思うんですけども、よいしょ、さあしっかりコイン回収し散らかして、これ止まろう、これ止まろう、まああいうことされるとやっぱりね止まって、よいしょ、しっかりね打開狙った方がいいので、あー危ない危ない危ない、よしよしよし、さあコイン足りないのでしっかりコイン、危なその緑コーラギリギリ回避して、よいしょ、しっかりコイン集めていきます。さあどうだろうな、これはまあ最下位だしアイテム縦割りして、よいしょ、アイテム縦割りしてダブルをねしっかり交換していきます。さあおいいよ、いっぱいコイン落ちてるからしっかり拾い散らかして、よいしょ、さあどうしようかな、このスター早めに入れて次のアイテム交換ダブル入れ替えできるように、あーちょっと待って、もうバカすぎ、そのアイテムスルーはマジでバカすぎるんですけど、落ち着いて落ち着いていこう、一旦落ち着いてしっかり9割りする、しっかり9割りできてるかなこれ、オッケーオッケー、うーんそのキラーはマジで痛いからしっかり、よいしょ、スター入れて、いやただねこれアイテムの止まり勝負で結構前離れちゃってるから早めに戻らないと、結構やばい感じではあるんですけども、まあこれも縦割りするか、よいしょ、あーやばい、ちょっと縦割りできてないけど大丈夫、落ち着いて落ち着いていくのが大事、ここで焦らない、ここで焦るから負けちゃう、ここで焦らないのがやはりね、まあ、勝負の要、さあちょっと風もろて、もうそこで使うのかよ、もう落ち着いて大丈夫、落ち着いて、まだまだある、まだある、まだチャンスある、うぃー3打引いていく、まあこれはこれはここら辺、まあここら辺のちょっと回避がいなそうなところで打っておいて、まあ、ちょっとでも順位上げる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 、よし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 、上げろ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 、ちょっとでもいい、ちょっとでもいい、ちょっとでもいい、ちょっとでも順位上げろ、ちょっとでもいい、ちょっとでもいい、あまあまあ6位、もうちょっとミスが多かったけど、まあしっかりね、ギリギリ6で耐えた、ギリギリ耐えた、オッケーオッケーオッケーさあ第5レース目はワリオスタジアムのミラーコース、まあちょっとねさっきのレースはまあちょっとね揉まれちゃったけども、
まあまあまあ僕はね今日はやる気が違うので段違いなので、まあここでもねしっかり1位をねかっさらっていこうかなと思います。よいしょ。さあまずは風取って、あーまあ嫌な感じに赤コーラ持たれてるからちょっと前出づらいね。よいしょ、一旦ケッつけとくか、一旦ケッつけといて、よいしょ。あーアイテム取れない。さあこれ当たっちゃいそうだな、大丈夫かな、当たらないように当たらないように当たらないように、うまいこと、よいしょ、イン側から抜かし散らかして、まあできたら赤コーラの人によいしょすりつけたかった感はあるけども、まあいいや。さあよいしょ、しっかりダブル取りながら、おちょっと待って落ち着いて、ちょっと落ち着いて、よいしょ。さあしっかりごまかしていきます。まあ赤コーラ持ってるから、まあ、3位の人も抜かしづらいだろうから、まあ、しばらくねこのまま走っていけるかなと思います。さあトゲゾ飛んできてるね。さあこれしっかりイン側で、トゲゾ当たらないように避けていきまして、さあそれはね僕は赤コーラ投げます。それはさすがに赤コーラ投げる。よいしょ、しっかり当てて、あ乗っちゃう系ね、乗っちゃう系なら、まあまあまあそれもまあまあまあ仕方ない、まあ、それも仕方ない。よいしょ。さあしっかり、よいしょ、ミニターボ貯めていいよ、悪くないよ。さあこれ後ろがまだまだ近いね、キノコずっと持ってるから赤コーラぶち投げたいなって思うんだけども、まあこれはまあ初等化のこともケアして一旦赤コーラずっとね保持しますか。そしたらまあ後ろの人もね抜かしづらいんじゃないかなと思うので、まあしばらくね様子見て走っていこうかなと思います。よいしょ。あーずっとほじりそうだね、これ裏に赤コーラ持たれてたら嫌だから、一旦様子見る、まだ一旦様子見る。よいしょ。さあジャンプアクション出して、まあただね次ここら辺ぐらいかな、ここら辺ぐらいから、まあ赤コーラ持っててもしゃあないので、いやーまあまあまあどの道関係ない。よし。さあしっかりアイテム取って、いいねこのダブル防御熱い。まああとはそうね、赤コーラめっちゃ引かれなかったり、トゲゾが飛んでこなかったら1位いけるかなって感じかな。まあここはもうちょっとお祈りゲーミングなところはあるかな。よいしょ、引かれそう、どうだろうな、頼む赤コーラ2連は頼む、やめてくれやめてくれ、頼む3連やめてくれ、頼むやめてくれ、頼むやめてくれ、見逃してくれ、頼む見逃してくれ、やめてくれ。あよかった、ポイント裏、よし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 、これだ1オッケー。まあこれはね俺の運が勝ってね、よーしオッケー。いや怖えわマジで、ずっと2位入りつかれんの。まあただね今回はもうちょっとラストはね俺の運がね、まあ、勝ったね。よーし、最終レース行きましょう。さあ第6レース目はカラカラ砂漠の 200cc と、 200cc 未だに分かんねえんだよな下がるべきなのか前行くべきなのか、まあ一旦コイン集めてからちょっと下がって打開狙ってみますか、まあ、なんやかんやねキノコ強かったりするんでね、このコース 200cc とはいえ。よいしょ。さあ、 あちょっと待って、アイテム離しちゃったけど、まあいい、まあそれもまあいい。さあよいしょ、しっかりアイテム回していきますが、いやでもなんかこれめっちゃ後ろの人止まってんな、これ止まるべきかな。いやでもこれで止まってると多分巻き込まれちゃうから、あんま止まんない方がいいかな。よいしょ。さあ赤コーラ2連で引いたけども、うーん悩ましいな、まあ1人剥がしておくか、1人剥がしておこう、1人剥がしておいて、よいしょ。さあ1人しばいておいて前行くのはまあ1人だけでいいと。よいしょ。さあこれでね、僕もよいしょずっと2位張って、まあ、タイミングを伺って、まあ、打開をね狙っていきたいんですけども、1位結構離れてくれてるから、あ強いアイテム引いてくれないかなと思ったけど、全然そんなことも、危ない危ない危ない、逆にそっち通るのね。ちょっと待って、何その反射、危なすぎ、落ち着いて、これどうしよう、これなんか弱いな、あーその赤コーラ無理。まあ一旦止まろう、一旦止まってしっかり打開狙おう。さあよいしょ、止まって大丈夫かな。よいしょ。さあアイテム取って、え弱いけど、まあ行くしかないね、こうなった以上は行くしかない。さあよし、赤コーラしっかり投げ散らかして、まあこれはちょっと縦割りで、何その赤コーラは俺じゃないのね。よしよしよし。さあ縦割りして、パツくんいらない、パツくんいらない、落ち着いて、いやーそのパツくんマジいらないな。よいしょ。さあしっかり食い散らかして、よいしょ、無理やりショットがかますけども、これ結構前は遠いな、いやーもうそのキラーやらしすぎ、ガチやらしゲーミングなんですけど、落ち着いて落ち着いて、いやーもうあーでもなんかいけそうじゃない、なんかワンチャンありそう、ワンチャンありそう。よいしょ、キノコ使って、よいしょキノコ使って、よいしょキノコ使って、ちょっと待ってくれ、うーちょっと待ってくれ、うわーライスのミルクコーラ、いやー最下いやーまあちょっと被弾多かったからね、まあ最後なんやかんや最後ね3位で刺してね、まあ良かったかなとは言ったところだけども、いや悔しいマジで